どうも、マミリンと申します。アサシンクリードオデッセイ、前回の続きからプレイしていきましょう。待ち待てなを消去したリクエストして、とりあえず裏側に来たんですけど、これ両に出すが戦った地に来たのはいいんですが、5号機になるよね。ちょっとここだけでも、こっちがやっていきたいな。進んでもええんやけど、ここにあれがいるじゃん、コスモス。これも倒したいな。ということって。ちょっとアビリティを。でいいかな。よいしょ、ひとまず。メインはちょっと置いておいて。目的、これなんだろうね。復讐の娘、入ってこいくか。それ、そっか、あ、乗ったままでもよかったか。まあいいや。どうも。スパルタのために何かできることはあるか。女カリウドどもめ、まるで復讐の女神だ。もしまた攻撃されたら終わりだ。つまり俺に守ってほしいと。まさにその通りだ。離れるな。俺がいる限り誰にもあんたを傷つけさせない。どうもあなただけよ。消えたよ。怖っ。あれで最後のはずだ。大した戦士だな。もう安全だ。よくスパルタに仕えてくれたな。これをやろう。この暮らしはそれほど楽しそうじゃないな。船に乗れば別な暮らしが待ってるぞ。一緒に航海に出よう。あんたのような奴が必要だ。自分が脱走兵になるとは考えもしなかったが、もうスパルタ兵ではいたくない。仲間になろう。近くに傭兵がおります。近くに傭兵がおりますので、試しにやってみましょう。来ないのかい。
じゃね。なんでそんなとこにおんねん。テルモピュライ、血を踏まずに通り抜けることはできないという戦場だ。間違えた、ボタン間違えた。さて、あなたは金色ですか？ああ、紫か。さよなら。なら、さよなら。アラブルな。どうしよっかな。知能がいいんだけど。進め。どうかな。進め。お前、折れた槍を持つ無敵の傭兵じゃないか。スパルタの戦士と共にその刃を掲げるのはどうだ。真のスパルタの戦士がいくら払えるかによる。お前のような有能な傭兵には価値に見合った報酬が支払われるさ。アテナイ軍から得られる次の勝利を分かち合う気はないか。スパルタ軍に力を貸すぞ。素晴らしい。アテナイにとっては今日は最悪の日になるな。初めて征服戦争にあります。わお。で、もしかよ、一生を倒した方が。Thank you.
行くぞ。なんだここ。
気づかれないことを願おう。確認した方が良さそうだ。気のせいでしょ。やべ、槍がない。槍じゃない、意味がない。あ、気がないマジか。よいしょ。で、戦利品、私こえ僕やったっけ。ああ。
余計。ああ、今だ。総理よ。なんでバレんねん。話し合ってる。そっちはどうだ。まだ。なんだ。探せ。あとはあなただけだよ。
ああ、ごめんね。どうやって行こうかな。上上がれるとこあんのかな。あるわ。ここは創業の地なのか。こちらの。どう行こうかな。あ、俺らのが妥当だよね。休ませるな。なんかすげえ頭だな。守りは硬そうな。
で行くね。生活しとんや。ここにある。さあ、ソラ。めっちゃおんねんな。で、こんなにも。地のある島で森の先端に私はいる、うん、ということ。あ、いや、びっくりした。
忙しい。ここなんじゃい。こっちか、こっちか。あなたのおかげで自由になれた。どうお返ししたらいいか。これか。突撃！もう遅いぞ！
したら次回あとこっち側やろっかな。ゴリしたいと思います。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。次回もちょっとブラブラ散歩させていただきます。では、お疲れ様でした。また。